皆さんこんにちは。もう一回お願いします。皆さんこんにちは。ありがとうございます。本日この時間帯、音楽周囲が、この時間帯を担当いたします。本日司会進行を務めます音楽周囲代表の星野響と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。1曲目に演奏いたしました曲は、リストの超絶技巧練習曲の中から第1番の前奏曲という曲をお届けいたしました。僕たち音楽集院は学習院中高時代の同窓生で、今は別々の音楽大学音楽高校で学んでいるメンバーなんですが、そういったメンバーで構成をしており、クラシックを中心とした演奏活動を行っております。今日はこのような素晴らしいホールで演奏をする機会を与えてくださり本当にありがとうございます。心を込めて演奏いたします。どうぞよろしくお願いいたします。最初にピアノの演奏を聴いていただきましたが、次に皆さんに聴いていただきますのは中村良太によるバイオリンの演奏です。パガニーニによって作曲されました24のカプリスの第1番そして第24番を演奏いたします。特定の形式に縛られてなくてすごい自由な感じなんですけれども、しかし難易度も高くてとても技巧的なところが魅力の曲です。ぜひ最後までお楽しみください。
ありがとうございました。中村亮太によるパガニーニ24のカプリスの第1番そして第24番をお届けいたしました。すごい聴いている僕たち舞台袖の者たちもすごいワクワクして聴いて本当に贅沢な時間だったかなと思います。そして次に演奏いたしますのは野崎亮太によるチェロの演奏をお届けいたします。先ほどのバイオリンと比べてサイズが大きい楽器なんですけれどもバイオリンよりも低い音が出るのが特徴的な楽器になっています。深みがあってそして力強くてそして優雅な音が出るのが特徴の楽器かなと思います。それでこのチェロで今回演奏する楽曲がシューベルト作曲のアルペジョーネとピアノのためのソナタより第一楽章を演奏いたします。この曲のタイトルにあるアルペジョーネについて少し説明をさせていただきます。このアルペジョーネというのはチェロと同じようにこのようにですね弓を使って演奏をするんですけれどもしかしチェロよりも少し小ぶりな楽器で、ギターと一緒で6本の弦を合わせ持っているんですね。チェロは4本の弦なんですけどギターは6本の弦でアルペジョーネは6本の弦を持っているんですね。それで重音を出すのが得意なこととかからギターの性質も合わせ持っておりましてギターチェロと呼ばれることなんかもあるアルペジョーネという楽器です。
そんなアルペジョーネとピアノのためのソナタを今回はチェロの響きで演奏いたします。最後までお聴きください。
ありがとうございました。ただいまお届けしましたのはシューベルト作曲アルペジョーネとピアノのためのソナタでした。続いての演奏は雪政厚木によるヌッシオ作曲ペルゴレージュのアリエッタによる変奏曲です。いろいろちょっとわからない横文字が続きましたけれども、ペルゴレージュというのはモーツァルトとかよりも前の作曲家で、ございます。でそしてアリエッタっていうのは、そのオペラ その歌詞の一部のような部分、その歌の部分ですね、オペラの中での。それで、ヌッシオっていうのはラフマニノフだったりスクリャービンだったり1900年代に生きたような、まあ、モーツァルトとかよりも100年ぐらい後の時代なんですけれども、そのヌッシオという時代、ヌッシオという作曲家がですね、そのペルゴレージュのアリエッタを引っ張ってきて、それを変奏曲、さまざまなバージョンにアレンジして、キラキラ星変奏曲とかと同じようにアレンジして、それを変奏曲として仕立て上げたという、そういう曲でございます。最初にすごい不思議な感じのメロディーが出てきます。そのメロディーがどん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 姿を変えて、それで一つの変奏曲として完成している、そういった曲でございます。ところで皆様、今から出てくるファゴットという楽器なんですが、ファゴットという名前、楽器のことご存知でしょうか。知ってるよっていう方ちょっと手を挙げてみてください。どうでしょうか。あ、半分ぐらいですかね。ありがとうございます。なるほどですね。僕はもうちょっとみんな知らないかなってしょっちゅう思ってたんですけど、結構みんな知ってらっしゃってて、すごい僕的にはすごい嬉しいなって思ってます。ですけれども、この後実際にファゴット出てくるんですが、皆様の想像している音と同じでしょうか。初めてファゴットのことを知る方もいらっしゃると思います。ぜひどんな楽器なのか、どんな音が出るのか楽しみにしながら、次の演奏をお楽しみください。
Thank you.
とうございました。雪政敦樹さんでヌッシオ作曲のペルゴレージのアリエッタによる変奏曲をお楽しみいただきました。さて、ここまでバイオリン、チェロ、そしてファゴットとさまざまな楽器の音色を楽しんでいただきましたが、次は僕がこちらのピアノを演奏させていただきます。今回使わせていただいているピアノなんですけれども、ベヒシュタインという名前のピアノでございます。皆さん聞いたことあるでしょうか。耳なじみのあるピアノとしてはヤマハだったりカワイだったりっていうのがあると思うんですけれども、ベヒシュタインっていうのあんまり聞き慣れないよっていう方も多いのではないでしょうか。でもベヒシュタインはそう世界三大ピアノの一つとしても知られていまして、このベヒシュタイン、そしてスタインウェイ、そしてベーゼントルファン、この3つが、世界三大ピアノに指定されています。そしてこちらのベヒシュタインはドイツの生まれの楽器になっています。フルコンサートピアノで、すごい普通の家庭用のピアノよりこの胴の長さがすごい長いのがお分かりいただけるかなというふうに思うんですけれども、このような大きいピアノのおかげですごい柔らかくて、でもすごい芳醇な豊かな、そういった音を出すことができるのがこのベヒシュタインの楽器の特徴かなと自分は思っています。そんなこちらの楽器で今回ピアノソロとして演奏させていただきますのは、シューマン作曲、そしてリストが編曲をいたしました検定という曲をお聴きいただきます。検定はロベルト・シューマンがクララ・シューマンに捧げた愛の曲でございます。それではですね、こちらの曲をお聴きいただきたいと思います。
ありがとうございます。ただいま演奏させていただきましたのは、シューマン作曲、そしてリストの編曲の検定という曲をお聴きいただきました。ありがとうございます。そして様々な楽曲演奏してきたんですけれども、とうとう次の曲で我々音楽主義最後の曲となってしまいました。最後の曲として僕たちが演奏いたしますのはトゥリーナ作曲ピアノトリオ第2番の第1楽章、こちらの曲をお届けいたします。このトゥリーナ作曲の、ピアノトリオなんですけれども、このトゥリーナっていうのは、皆様聞いたことがない方が多分ほとんどだと思うんですけれども、スペインの、作曲家でして、同じくさっきのファゴットの、ね、時代と同じような1900年代を生きた、ね、作曲家なんですけれども、すごいね、今から弾くピアノトリオは本当に緩急とかもすごいあって、強弱のダイナミクスの幅もすごく、あってですね、本当に最後に、聞き応えがあるような曲を持ってこれたんじゃないかなと思っております。今まではずっと2人あるいは1人で演奏していたんですけれども、3人でピアノトリオでやると、どうなるか、その響きをですね、最後皆様にもお楽しみいただきたいと思います。演奏いたしますのはピアノは僕星野響き、そしてバイオリンで演奏してくれるのが中村亮太、そしてチェロで演奏してくださるのが野崎亮太、この3人で最後お届けをしていきます。それでは、中村亮太君と野崎亮太君に出てきていただきましょう。本日はありがとうございました。最後までごゆっくりお楽しみください。
どうもありがとうございました。素晴らしい演奏は音楽周囲の皆様でした。今一度大きな拍手お送りくださいませ。素晴らしい演奏ありがとうございました。これからますますの活躍お祈りしております。ありがとうございました。ただいまの演奏をもちまして音楽集の皆様の演奏を終了いたしました。どうも本当に皆様ありがとうございました。